こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、キャベツ、またキャベツなんですけど、キャベツとハムの炒め物します。お願いします。よいしょ。キャベツは適当にちょっと切りますね。玉ねぎこれだけあったんです。半分より少なく、これも一緒にしてしまおうと思います。キャベツも食べやすい大きさに切りますね。ハム、まだハムあるんですよ。ハムいっぱいあるから、このハムも使いますね。ハムをね、炒めますよ。ハムをオリーブオイル引きますね。ちょっと引きました。どうせバラバラになるので入れていきます。ハムまだあります。もうちょっと残ってるね。食べなくちゃ。ハム全部炒めましょう。あ、多すぎるね。どう見てもハムが多すぎるのでやめましょう。ね、作っても食べきれないと困るしね。ハム焼きます。キャベツと残っている玉ねぎ入れましたよ。あとは炒めます。本だし入れますね。本だし半分ほど入れました。醤油です。今日は醤油で味付けます。醤油大さじ1杯ぐらい入れましたよ。砂糖が小さじ1杯ほど入れましたよ。そして混ぜますね。はい、砂糖醤油のいい匂い。砂糖醤油のいい匂いに、南蛮をちょっと、新唐辛子をちょっと入れていただきましょう。キャベツがちょっとやわくなったらもう出来上がりですよ。
あ、美味しそうにできました。これは焼きそばに入れても美味しそう。ちょっとつまんで味見します。美味しいです。もう美味しい。もうこれは美味しいですわ。普通に美味しいですわ。ね、お砂糖と醤油だから、まあ、美味しいですよね。はい、簡単にできてすぐできたけど、ご飯のおかずには普通に美味しいです。はい、できました。できましたよ。ご飯のおかずにぴったり、普通に美味しいです。ちょっと味見したら美味しいんです。砂糖醤油にしましたよ。ちょっとだけピリッと南蛮唐辛子入れました。はい、ご飯のおかずにどうぞ。簡単にできました。今日も見ていただいてありがとうございます。プリンセスモナコでした。